こんにちは。こんにちは。もう月曜日になっちゃいました。はい。一週間があっという間です。はい。はい。今日も天気は快晴で、そうですね。はい。とっても気持ちがいい春になる方の冬みたいな感じです。ですね、はい。では今日もご紹介したいと思います。今日はですね、まず私が着てるこちらですね。こちら大人気の毎回この時期になると届くんですけれども、はい、大人気です。これに関しては高校生のお子さんとか大学生のお子さんとか男の子も着てくださっている、とても優秀な T シャツなんですけど、はい、スウェットっぽい感じの T シャツになります。うん、はい、昨日のインスタグラムで、自宅で自分のスタイルをちょこっとだけご紹介してるんですけれども、そろそろねもうねこうスウェット薄地のスウェットとか、まあ、カットソーですねとか、シャツとかをなんかこう取り入れたいなっていうふうに思うと思うんですけれども、ただ T シャツやスウェットにもやっぱねデザインっていうのがすごく大切になってきて、やっぱりねここはね素材とねデザインっていうのはねお金を払って買うものなんですよね。もう間違いないんです。はい、この子はカットソーなんですよね。はい、薄いんです。薄い、ちょっと 商品の説明をすると、はいはい、雨よりの柔らかい糸を使っております。はいはい、でさらに特殊な柔軟バイオ加工を施しているので、うん、弾性力伸びのいい生地になっていて肌に馴染む感じですね。うん、はい、で泉さん着用しているのはサイズ2のサイズで、はいはい、2Lでは今季サイズ2をチョイスしております。はい、なんかタポッと着るけど、うん、だらしなくならないサイズ感 で、ね、でまあ1も2もそこまで大きくは変わらないんですよ。うん、基本的にはタポッとする、はい、っていうところなので、身長が低い方、うん、小さめの小柄の華奢な方でも裾がコロンとこう丸くなってるので、少しこうオーバーサイズで着ても全然こう変じゃないので、はい、サイズ2でご紹介したいと思います。はい、あと脇の切り替えもありまして、はい、そこも可愛いですね。はい、私もこれ何年か愛用してるんですけれども、ずっといいですね。スカートと合わせてみてるんですけれども、パンツと合わせても可愛いし、スカートと合わせても可愛いし、はい、でこれなんかクルーネックの首元も詰まっていて綺麗なので可愛くないですか。うん、裾が可愛いですね。うん、ちょっとこう丸みがあって、はい、横から見ると分かるよね。分かりやすいですね。はい、こんな感じになります。なんかねパンツでも可愛いんだけど、スカート薄手のスカートとかで履くとね、着ると合わせるととっても可愛いです。でこのスカートシャーリングスカートになります。はい、また後日ご紹介すると思うんですけれども、ちょっとお先にすいませんお先に、はい、させていただいております。はい、はい、ではこの T シャツですね、お色をご紹介します。はい、4色ございます。はい、ホワイト、はい、でブラウンですね。ブラウンちゃん、はい、はい、はい、で着用しているのがネズミ色。はい、ネズミ色、はい、あと最後にブラックです。はい、ブラックですね。割と厚地ではないので、これの上に何かを着るとかでもいいと思います。ジャケットを羽織るとかでも全然 OK だと思います。はい、ただ少しアームが広いので、その場合には上着も少しだけアームが広いものを合わせてもらったり、シャツとかでも可愛いですよ。これの上に、ね、オーバーサイズのシャツとか可愛いですね。うん、シャツを着てもらえると、これはこれでねもう可愛いと思います。なのでインナーにもできて、表にもこう着られるので、でゆったりしててさっぽりしてて、で形がこうコロンと丸いので、シルエット時にも、うん、可愛いトレーナーかの形のカットソー。そうですね、トレーナーではないんですよね。はい、はい、になります。では次に今日ご紹介のパンツを履き替えてこようかなと思います。はい、この形の、この形って言っても少し変化してると思うんですけど、たまに私多分展示会で履いてると思います。プライベートで履いてると思うんですけど、その今季バージョンになります。はい、よかったら見てみてください。お待ちください。はい、はい、着替えてきました。はい、ブラウン系でちょっとねこうスタイリング、同系色でスタイリングしてみたんですけれども、はい、何色だっけ。ブラウンです。はい、ブラウンを着ています。そしてパンツです。はい、はい、ナチュラルを履いています。この感じなんですよね。例えばトップスはここにちょっとね襟付け襟をしたりとか、ベストを着たりとかするとまた全然雰囲気が変わるんですけれども、そこに上にねアローコートを羽織ってます。はい、ですね。はい、可愛いです。可愛い、後ろも可愛いです。はい、でアローコートのインナーにこのねアームが広いアイテムですね、まあ、全然 OK です。つらないし全然 OK です。ではちょっとだけ脱いでみようかな。はい、はい、どうでしょうか。パンツですね。
パンツも可愛くないですか。可愛いですね。ざっくりしたこう、はい、ね、しっかりめのリネン素材で、はい、これしっかりめのリネン素材なので、今私ロールアップしてないんですけれども、ロールアップしてもらっても、はい、崩れたりとかはないです。はい、はい、そしてこちらですね、はい、ベルトループがついてます。アイテムをインした時にベルトを締めても可愛いですね。はい、ベルトをこう中心にしても可愛いかなっていうふうに思います。はい、素材はそうですね、結構しっかりしてます。はい、透け感なしのリネンになります。はい、でお尻のポケットはフラップ付き、はい、で、フラップをポケットの中にしまって、はい、肩玉縁みたいにしても可愛いです。なってるかな。なってます。はい、はい、でウエスト紐がついてますので、はいはい、ベルト苦手な方も OK し、はい、細い方でも安心して履いていただけます。はい、このね、紐がまたね、キューって締められるんですよ。はい、両サイドにこう曲がり方が違うんだよね。うん、だからね、こうするでしょ、キューってするとそのままで OK になったりとかするので、はい、別にこれね、結ばなくてもいいかな。そうですね。はい、私結ばないでいっちゃってます。はい、このような感じになります。これ、パンツは黒もあります。はい。なんかね、黒に白とかで黒い靴でも可愛いと思います。そうですね。で、これで黒のコートを羽織っちゃうとちょっと重くなるので、色のコートとか羽織ると可愛いと思います。グリーンのコートとか、うん、そうだな。何色がいい？みんな何色がいい？ピンクのコートとか可愛いですよね。可愛いですね。はい。持ってないか。私は持ってるよ。はい。っていう、なんかこう、そうだ、コートじゃなくても、シャツとかでピンクのシャツとかお持ちな人とかいるかな。あとは水色のシャツとか、ロングシャツ、はいはい、とかでも可愛いかなと思います。楽しんでください。はい、最後は欠品していて、ずっとなかったこの子がようやく到着しましたので今一度ご紹介でございます。もう何度となく、ね、ミエルのいろんなところではお話ししているこの大好評、はい、大好評、過去の動画を見返していただくと、はい、もう毎回のように話してた、はい、はい、最強のペチパンツでございます。はい、これね、持たれてる方、そうご紹介しますね。もしウエストがちょっと緩いなっていうお客様いらっしゃるようでしたら、このね、中のところに少しだけ縫われてない部分があります。この後ろ側ですね。前側なのかな。前か。ここに縫われてない部分があります。はい、ここからゴムを引っ張ってもらってご自身のウエストに良さそうな感じで合わせてもらえると調節しやすいと思うので、はい、もしちょっとこれが緩いよってお客様は、まあ、そのための穴なので、ぜひぜひ、はい、はい、ご活躍ください。この穴をすごい使えますよね。はい、こちら、はい、このようなものが一緒に同梱されると思います。はい、このペチパンツの特徴ですね。どんなにいいかっていう話が書かれております。はい、私はもうほぼほぼ1年中真夏以外は使っていて、何枚か持っていて、大体もう洗い替えでずっとですね、タイツの上にこれとか、まあ、冬はね、はい、これからだと透けるスカートとか透けるパンツとかにこれとかっていう感じになりますし、寒い日にはもうあったかいですし、はい、暑い日でもとてもいいです。水分を素早く拡散し、早く乾く。これは早く乾く話でした。はい。あとね、そう。あれだよね。電気、静電気は。にもね、最強ですね、これね。持たれてない方、ぜひです。はい、昨今、透けるアイテムがすごくトレンドになっていて、ボトムも透け感があるのが可愛いですよね。多分街を歩いてる人たちのちょっとおしゃれ系の街にタウンシティに行くとみんなスケスケです結構でその時にこういうパンツとかスカートですね、ペチスカートとかを履いていて、その中が透けることも結構可愛くなる一つのポイントでございますので、昔のようにあ透けちゃうのが嫌だからこれ履こうとかではなくて、もう少しこうアップした感じので使っていただけるといいのかなっていうふうに思ってます。もうアップしますかね。アップしてあります。はい、ぜひぜひです、はい、ということで本日はこの辺にしたいと思いますが、いいでしょうか。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。春なのでね、もう1月だからまだ冬ではなくてそろそろ春なので、
ちょっと早取りかもしれないですけれども、楽しんでください。春をじゃないとすぐ夏になっちゃいますからね。それもずっと暑いですから、はい、あの楽しんでくれたらいいなっていうふうに思います。はい、はい、ではみえるチャンネルでは毎週月曜日の19時ぐらいにですね、はい、アップロードできるように頑張ってます。なんか最近たくさんの方が見てくださるようで、はい、楽しみですっていうようなねコメントとかあの DM とかいただいてます。ありがとうございます。ね、その時の楽しいこうお話とかができればいいなと思ってて、今日もしてないんですけど、はい、あのできればいいなっていうふうに思ってます。ぜひチャンネル登録をお願いします。そして楽しかったとか頑張れとかっていう応援ですね、あのぜひいいねボタンをいただけると私たちも次の活力になりますので、はい、ぜひぜひお願いします。ではまた来週です。ありがとうございます。ありがとうございます。